2017年3月21日5時30分。ネットで見つけた怖い話。第493話、犬の死骸。小学生の頃、近所の工務店が夜逃げ倒産した。完全に建物と違う途端で囲われ外界と隔離されていたのですが、散々探し回って裏の家の屋根からの土地への侵入ルートを発見しました。その土地は倉庫と飯場、従業員のトタン作りの建物、が寄せ集まった薄暗い空間。飯場には慌てて出て行ったのか、どの建物にもまだ少し生活の名残すら。ところが、その場所は私一人のものではありませんでした。飯場の者が飼っていたのか、野良が侵入したのか、親犬と、子犬が7、8匹。小学生の私は、その犬たちを追っかけ回して遊んでいました。そんなある日、いつものように倉庫に入ったところ、床にあるものが、薄暗い倉庫の床に子犬の前半分だけが落ちていました。超はみ出た状態で、うわ、ついにとも食いしたんか？怖えなんて考えつつ鉄棒を構えて犬の襲撃に備えつつ、小学生だったもんで、簡単に他の倉庫や飯場を探検したのですが、他の犬は見当たりませんでした。となりながらも、どこかに抜け道があるんだろうなと思いながら、工務店の裏口に回ったところ、扉の下部のトタンがめくれている部分を見つけました。こんな風になっていなかったよな？いや、見落としか？犬が加えて広がったのかも。犬が出入りできる大きさだったので、犬はきっとこの中にいる、と想像しました。工務店は4階建て、長方形のさほど大きくない建物で1から3階分の窓、扉はすべてトタンで打ち付けられていて、まだ侵入したことはなかったのです。この部分、持ち上げたら通れそうだぞ。道の探検に、引き付けられるようにそのトタンをめくり上げてみると、ドアの下半分が抜けていて、十分通り抜けが来るようになっていました。覗くと中は真っ暗だが、トタンの小さな隙間から細い光がところどころ漏れていて目の前にあるドアの、給湯室、という文字もなんとか見えるくらい、不思議と熱気が吹きつけてきて、トタンがように焼けて、何か例えようのない匂いが吹きつけてきて蒸し返りました。耳を澄ませましたが物音は聞こえません。探検心が猛烈に湧き返り、すでに犬のことは頭から飛んでいました。中に入ってみると事務所の部分は棚などが倒されていてぐちゃぐちゃに凍されているようで、自然に2階への階段へと足を進めました。階段の手すのところには途端に塞がれていない4階からの光が届いて、誘われるようにそのまま4階へ。見たところ4階は1本の通路が奥まで伸びていて、部屋番号のついたドアが左側に並び右はすべて窓でちょうど倉庫や飯場が見渡せるようになっていました。なんとなく緊張も解け、どうやら社員用であるその部屋を順々に覗きながら奥へ進んでいきます。各部屋には作業服とか靴下やそんなものが落ちているだけで大したお宝は見つからず、ついにどん詰まりの部屋の扉のノブに手をかけました。中は他の部屋と違いカーテンが閉めてあり薄暗くなっていました。最初に目についたのは部屋の中央に敷かれた布団でした。まるで今まで誰かが寝ていたかのようにめくり上げられた掛け布団。周りに散乱する漫画、エロ本、ゴミ。その部屋には他の部屋にも増してすごい生活感が漂っていたのです。ちょっと薄気味悪さを覚えつつも、エロ本を見たりした後に、さらなる獲物を求めて押し入れの襖を開けました。上段には大きく丸められた新聞紙が突っ込まれていました。何か茶色に汚れた感じのその塊から不意にどっというような匂いが押し寄せてきて反射的にゲットしゃがみ込むと、そこにでかいスコップ。小学生の私の頭でも、柄まで赤黒い斑点が飛び、先が汚れたスコップと子犬の無残な死骸とが結びつきました。急に恐ろしくなって慌てて廊下に飛び出、階段の方に走る私の耳に、ガリガリガシャン、カイカより金属音が聞こえたのです。しゃがみ込んで窓から外を覗き込むと、見えました。パーカーっぽいのを着、
頭を短く刈り込んだ男がスーパーのビニール袋らしきものをぶら下げて侵入口のところに立っているのが、その顔がこちらに向けられ、目が合った気がした。心臓バクバクで、殺される殺される。と足をガクガクさせながら、這いずって廊下を戻りました。奥の部屋に戻りカーテンと窓を開け、覗き込むと2階の屋根の部分が出張っており、エアコンの室外機が置かれています。迷わず室外機に上へ飛び降りました。今考えると狭い日差しの部分でよく飛べたもんだと思います。そこから倉庫の屋根の端に乗り移り一目散に逃げ帰ったんです。果たして債権者の役身の居座りだったのか？その後不気味なことに近隣の道端に焼き焦がされた犬の死骸と各地に棒を突っ込まれた状態の犬の死骸が放置されていました。まるで自分への警告のようで死ぬほどビビりまくったのを覚えています。長くて失礼しました。ネットで見つけた怖い話。第494話、カブトムシ取り。俺が消防立った頃の話。季節はちょうど今頃のような蒸し暑い日の昼過ぎ、夏休みということもあり、友達二人と俺、計三人でカブトムシを取りに行った時の出来事。友達のうちの一人が知っているカブトムシがよく取れるという秘密の場所へ行ってみようということになった。そこは町外れのとある雑木林。膝の高さくらいの草が生えていて、かすかに獣道らしきものが残っているだけで道なんてない。雑木林の中は、上空が早霧で日の光が遮られていて、あたりは薄暗かった。かすかに残っている獣道の入り口を見つけ、しばらく歩いていくと、大きな広場らしき場所が見えてきた。すると、何やら人の気配、恐る恐る近づいて見てみるとなんと、作業着を着た小太りの親父が、一人でうずくまっているのが見えた。その親父、何やら意味不明なことをブツブツと言っている。怖いけどカブトムシは取りたい。引き返すわけにもいかず、その場を通り過ぎようとした。俺たちの存在に気づいたのか、その親父いきなり立ち上がり、あたりを見回している。そして俺たちの存在を確認すると、半分笑みを浮かべたような表情で俺たちを見返してきた。すると、何か釜のようなものを持った手を振りかざしつつ、わけのわからないことを叫びながら、こちらに近寄ってくる。怖くなった俺たちは大急ぎで今来た道を全力で引き返した。しかし、けたたましい声を張り上げつつ追いかけてくる。俺たちは道なき道を全力で走った。向こうは大人だし消防よりも足が速いのは当然、もう捕まってもいいや、もう半分諦めかけていた。ところどころに散乱していた落ち葉や地面の起伏、そして微妙に霧が入り組んでいたことが幸いしたのか、どうにか振り切って、やっとの思いで遊歩道に出て、通りすがりの人に助けを求めた。追いかけてくる時のあの親父の様相が今でもトラウマ。なんであんなところに一人でいたのか？変態遊びの真っ最中だったのか？もし一人でカブトムシ取りに行っていたとしたら、って今思うとそーっとする出来事だった。ネットで見つけた怖い話。第495話、掃除機。夏休み主婦。ついさっき起きた出来事。部屋の掃除機をかけていて、掃除機本体をゴロゴロゴロって他の部屋に引っ張っていくじゃないですか。犬の抜け毛がひどいので夢中でかけてたら、ホースが伸びきってかけにくい。本体が段差にでも引っかかってるんだろうとふと振り向いたら、ブヨブヨのわらび餅みたいなおじいさん。ガハン笑いで掃除機を後ろから引っ張ってた、きなこ希望。ネットで見つけた怖い話。第496話、卒業写真。先日友達が二人うちに遊びに来たので、この春に卒業した高校の卒業写真をみんなで見ながら喋っていました。三人とも同じクラスだったんですが、うちのクラスの写真を見ていていて、D ちゃんがふと、あれ？こいつ誰だっけ？わら。もう忘れちゃってるわ。私あるつかなー、わら、と笑いながら集合写真の一番右端を指さしました。
卒業して半年も経ってないのにもう忘れたんかい。と突っ込みながら見てみると、そこにはちょっと首をかしげた感じで写っている男子がいました。私も見覚えがありませんでした。もう一人の M ちゃんも、T ちゃんの指さした男子を見ながら固まっています。写真の下に、写っている順番に名前が書いてあるのですが確かめると、W 竹谷、と立派な名前があるようですが聞き覚えもありません。大体 W 田という名字なら出席番号の男子の一番最後になるので、女子の先頭に近い M ちゃんが知らないはずがない。間違えて他のクラスの人が混じって集合写真に写っちゃったのなら、当たり前のように名簿に名前が書かれているはずがない。あんまり気持ち悪いので、同じクラスだった他の子に電話して聞いてみたんですが、皆私たちが指摘するまで気づかなかったようで、慌てて電話口に卒業写真を持ってきて、うわ、ほんとだ。こいつ誰？とか言っています。ヒッキーで一度も学校に来ない奴が、卒業写真を写した日だけ投稿したのかな、ということにしましたが、そんな話聞いたこともな、いですが、今見てもうすきみ悪いです。ネットで見つけた怖い話。第497話、すれ違った人。遅くなってすいません。では、これは室井茂さんがエッセイで語っていた話です。確か、同じ業界の人の話だったと思います。ある深夜、その人、A子さんとします。が仕事を終え、自宅マンションに帰り、エントランスにある、集合ポストの中の郵便物をチェックしていました。その時、帽子を目深にかぶった人物とすれ違いました。A子さんは、仕事柄時間が不規則なため、マンションの住人をほとんど把握していませんでした。そのため、その人が、ここの住人なのか、住人の知り合いなのかもわからず、大して気に求めないで、部屋に帰りました。そして次の日の朝、マンションの外や廊下がやけに騒がしく、A子さんは外の様子を伺ってみると、パトカーが数台止まり、ただことではない状況でした。テレビをつけてみると、自分のマンションの一室で殺人が起こったことを告げるニュースが流れています。A子さんは、被害者の住人のことはもちろん知らないし、物騒だな。ぐらいの気持ちでそのニュースを眺めていました。省略すまそ。すると、突然インターホンが鳴り、応対してみると、制服を着た警官が一人立っています。その警官は、今ニュースでやっている事件について、怪しい人物を見なかったかとか、何か気づいたことはないかといった、よくある質問をしました。そこで A子さんは、昨日玄関で見た人物を思い出しましたが、帽子で顔は見えなかったし、よくよく考えてみると、性別すらわからなかったので、こんな証言は大して役に立たないだろうと、その人物については黙っていました。その後、刑事が来て、先ほどの警官とほぼ同じ内容の質問をしに尋ねてきましたが、A子さんは、何も知らない。で通し、その人物を見たことは、自分の中でなかったことにしました。そしてしばらく経ったある日、A子さんはニュースで先日の殺人事件が解決したことを知ります。これでやっと安心できる。とほっとしつつそのニュースを見ていると、捕まった犯人の顔が映し出されました。どこかで見たことあるな。A子さんは犯人の顔にどうしても見覚えがあり、必死に記憶をたどりました。そこで A子さんは愕然とします。あの事件が発覚した日、最初に訪ねてきた制服警官こそが、あの犯人だったのです。印象は違えど、確かに同じ顔。A子さんは何がなんだかさっぱりわからず、ただ呆然とするばかりでした。A子さんはとりあえず、初にあの日最初に自分の部屋に訪ねてきた警官について問い合わせましたが、制服の警官をよこした事実はない、とのことでした。A子さんはさらに混乱したのですが、なんとか落ち着いて次のような結論を出しました。あの夜玄関で見た、帽子の人物こそが犯人だった。犯人は、姿を見られたことで焦り、とりあえずポストで A子の部屋番号を確認した。
事件が発覚し、自分のことを警察に言われることを恐れた犯人は、警察より先回りして、A 子の元へ行き、自分のことを覚えているか、確認した。ここまで考えて、A 子さんは、今度こそ恐怖に怯えました。もしあの時、帽子の人物について正直に証言していたら。ネットで見つけた怖い話。第498話、吊り下がり。皆さん、はじめまして。吊り下がり。というものをご存知でしょうか？おそらく初めて耳にする言葉だと思います。昭和44年の頃でした。青森県の亡霊山で、この、吊り下がり、の伝説を聞いたのが最初のことでした。霊山の奥深くに、真昼でも薄暗い森があるのですが、そこの木々に茶巾袋をいくつも吊り下がっているところがあります。これらの茶巾袋の中には、お茶の葉のようなものが入っており、香りがしごく良いものです。これが、吊り下がり、と呼ばれたのは、かなり昔のことらしいのです。3年前に他界した祖母から聞いたのですが、この、吊り下がりというものは、村にとってタブーのものであり、誰しもがその真相、意味を話したがらないそうで、決して人の目につかない場所にあるとのことでした。私が、吊り下がりに興味を持ったのは、去年のことで、実際に、吊り下がりを確認してきました。そこで、村人がタブーとしている真相をここで記すことにします。吊り下がりとは、昔、村八分を受けた者たちの首を入れた袋のことです。それを霊山の人里離れた場所に吊り下げておき、供養するというものです。お茶の葉は、遺骨が風化したもの。香りは遺骨に繁殖した菌の匂いとのことらしいです。今もその霊山では、多くの自衛隊の方が、吊り下がり、を見るようです。指揮官は、必ず、それはそういうものだから触れるな、としか答えないとのことです。現在も存在するので興味のある方は、見物されてはいかがでしょうか？ネットで見つけた怖い話。第499話、現れた日本人形。では、私の妹の体験談を。私が中学生だった頃、友人が昨日すごい怖い思いをしたんだ。と打ち明けてきました。なんでも、友人の友人から、友達に、日本人形の話をしていたら、その夜本当に日本人形が現れて、怖かった、という話を聞いたら、なんと自分の家にも日本人形が現れた、という話を聞いた。そしたら、自分の家にも日本人形が現れたんだって話を友人が聞いたそうです。ややこしくてすまそ。そしたら、案の定、私の友人のところにもやってきて、寝ていたら自分の上に乗っかってきて怖かったというのです。私は、思わず、まさか私のところには来ないよねーなんて言って家に帰ったのですが、結局、私は、そのままぐっすり眠り何事も起きませんでした。すっかりその日本人形を忘れていたのですが、しかし、朝、家の妹が青ざめて起きてきました。そして、昨夜の出来事を話し始めました。妹は、夜中突然金縛りに遭い、急に目が覚めたそうです。すると、階段をゆっくり登ってくる気配があり、なんか嫌な予感がしたそうです。まさか、自分の部屋に来るのでは？そう思ってぐっと目をつぶってなんとか金縛りを解こうとしました。しかし、解けることはなく、逆に部屋のドアがスーッと開き、何かが入ってきた。なぜか目をつぶっているのに、3歳ぐらいの子供ぐらいはあるだろう大きな日本人形だということがわかったそうです。そして、自分の周りをぐるぐると回り、不気味な笑い声を出していたそうです。あまりにも怖いので、なんとかしようと目をかすかに開けた瞬間、日本人形が目の前にぶわっと髪の毛をしたたらしながら覗き込んできたそうです。あまりの恐怖にお母さん助けて、と心で叫んだら、日本人形は、ふっと体勢を変え、部屋を出て行き、廊下をスーッと歩いて、私の寝ている部屋のドアの前まで行ったそうです。ああ、
お姉ちゃんの部屋に行くって思ったその時、日本人形は、私の部屋の前でスーッと下に降りていったそうです。私の下の部屋つまり家の母親が寝ている部屋です。その後は家の妹はわからないそうですが、家の母親は、その時すごく苦しくて眠れなかったと言っていました。ただ、日本人形は見なかったそうですが。しかし、聞いた本人に現れず、なぜ家の妹のところに行ったのか、今でも不思議そして、なぜに母のところへ？私だけ、のんきに寝ていたのは言うまでもない。今日のオカルトスレ。地球とか人類の謎を異星人から教わった話。多分信じてもらえることはないだろうから、そういう創作物として見てくれれば幸い。まず交流に使った方法はチャネリング。日本でいうところの口寄せの術。たまたま適当にネット漁ってたら出てきた言葉で、面白そうなので始めてみようと思った。ただ、これはググればググるほどうさんくさく感じて俺は、あんまり好きじゃなかった。だから独自のやり方みたいなのを作って、適当に宇宙人と交信できないかなって7ヶ月くらいやってた。幽体離脱スレでいうところのローリング抜けみたいなやり方。リンク。オメガ、オメガ、ヒー、ツ。怖いよー。7ヶ月目くらいに、薄めでほぼ寝落ちそうな時にケツから胸にかけて、浮く感覚が来たので俺は、その時幽体離脱に成功したと思ってた。この頃はもうチャネリングに飽きて幽体離脱の方が興味あったからなんだが、よく話に聞く幽体離脱とは何か違った。まず浮遊感が全身に回っても抜け出した感覚はない。いくらローリングしても変わらず。そして部屋の景色の方が次第に変わっていった。電車の窓から外を見た時のように、部屋の壁がビュンビュン飛んでいく感じ。最初は明晰夢かと思ってたが、部屋の壁がなくなって、周りが絵の具をごちゃ混ぜにしたようなカラーリングだけの空間に入った時に、なぜか一気に恐怖が湧き出てきた。やだよもう起きたいよってめちゃめちゃ泣きながら叫んでた。すると身体が引っ張られる感覚が来た。ただ、前後左右上下どこへ引っ張られているのかがわからない。もうほんと3ガロンくらい漏らすかと思うほど怖くてて足わちゃわちゃさせながらドラゴンアッシュのファンタジスタのサビ歌ったりしてなんとかごまかそうとした。ぐんぐん何かに引き寄せられていって、ふと気づいたら今度は周りが真っ白というか、光に包まれた空間に出た。引き寄せられる感覚も浮遊感もなかった。そこには大量の泡みたいなのがあってなんだこれっつって。触ろうとしたら、ダメだよ触っちゃ。って日本語で止められた。びっくりして振り向いたらおっさんがこっちに怒りながら近づいてきた。おっさんはアロハと B さんに短パン履いたマイケル・ムーアジの白人だった。ただ、人と話せたのが感動したというか助かった気がして。アーフー、みたいなこと言いながらその場で座り込んで泣きまくった。おっさんが横に座って、どうやってここ来たの？って言ってきたから。幽体離脱っていう遊びやってたらおかしいことになりました。手やり方とかどういうことなのかとかを織り交ぜて説明したら、急に焦ったような顔しながら、これを夢だと思ってるのかよ？危ないことするなよ。手まくし立てられた。いや明晰夢なのはわかってるんすけど、起き方がわからないんです。って言ったらおっさん怒りながら、夢じゃないって言ってるでしょ。って返されて、だんだん気持ちが落ち着いてきたので、明晰夢を楽しまなきゃと思い始めた俺は、おちょくるつもりで。じゃあ夢じゃない証明何かやってよ。って言ったら、おっさんが少し悩みながら、それは難しい。って言った。何か証明の方法はないの？って剣仕立てたら、じゃあちょっと地球の近くまで行くぞ。っ
って言われて腕をつかまれた。直後に絵の具をごちゃ混ぜにしたような空間をおっさんに引っ張られて進んでいた。気持ち悪くて目をつぶってたんだけど、着いたぞ。って言われて目を開けたらごちゃ混ぜ絵の具空間のままで、おっさんが指を差した先にバレーボールくらいのサイズの地球儀があった。模型じゃん。って言ったらおっさんが、お前の家？部屋？どこだ、もうそこ行くから頭ん中にイメージしろ。って言われて部屋のイメージしたらどんどん地球儀がでかくなって近づいてきた。んひぃ。って規制上げて逃げようとしたけどおっさんに捕まえられて、とうとう地球儀に飲み込まれた。気がつくと部屋だった。が、窓から空を見上げると絵の具空間だった。最近なくしたものとかないか。っておっさんに言われて、そういえばヘッドフォンなくしたなーって思ってそれ伝えたら、んじゃそれ頭ん中にイメージしろ。って言われたからイメージしたらぐっと引き寄せられて、気がつくと友人 A の部屋にいた。部屋には俺とおっさんしかいなかった。部屋にあるテレビスタンドの差が光っていた。もうお前のこと返すから、帰ったらこの人の家の光っているところにヘッドフォンあるから取りに行け。それと二度とアセンション、するな。できたらこのことは忘れてしまえ、難しいと思うがあまり思い出すな。という旨の話を次々にした後、おっさんが俺を返そうと何かしようとしたので最後に、あなたはどういった人なんですか？って聞いたら息を漏らすように笑いながら、住んでる次元こそ違うけど俺は、宇宙人。って言われた。ケツから胸にかけて浮遊感が来て、直後に目が覚めた。後日、A の部屋のテレビスタンドの下を探させてもらったら俺のヘッドフォンが見つかった。そのこともあって、一連の出来事は現実なんじゃないかと感じて、もう一度あそこに行きたいと思い、毎晩試すようになった。一週間ほど試した頃に、ふと気づいたら俺は、また絵の具空間を浮遊していた。前回のような恐怖心がない代わりに引き寄せられる感覚もなく俺は、適当に絵の具空間をさまよっていた。よく目を凝らしてみるとすぐ後ろには地球があり、同じくバレーボールほどの大きさになっている火星や金星らしきものも見つけた。他にもバレーボールくらいの大きさの天体がそこら中に浮いていた。ただおそらく実際の宇宙の天体の位置は再現されてないんだなと思った。面白いって思いながらフラフラしてたら、三人組のおっさん集団がある天体を囲いながら談笑してるのを見つけた。全員マイケル・ムーアだった。こんにちは。って声をかけたらおっさん三人がすげえびっくりしながら。マジかよ。なんでアクアホ。がいるの。やばいんじゃないか。みたいに焦りながらいろいろ言ってた。僕っていたらまずいんですか？わら。そやまあお互い言わないんじゃ。みたいな感じで話した。とりあえず感じてた疑問をぶつけようと思っていろいろ聞いてみた。まずマイケル・ムーアは何者なのかを聞いたらお前こそ誰だって言われたので地球人ですって言ったらピンとこなかったらしいので、地球儀まで案内して指さしたら、アクアホ、みたいな発音してた、じゃないんだ、って言われたから、なんすかそれ、って言ったら、火星を指して、ここに生きてた生き物、って言われた。火星に生命体がいたんだっていう驚きを抑えておっさんに改めて何者か聞いたら、君たちと俺たちは距離とか代償とか時間とかそういった世の中のルールが違っているけど、お互い同じ宇宙の宇宙人、って言われた後、最初に三人のおっさんが談笑してたところにあった天体を指さした。地球では、まだ見つけられてないね、残念。と言っていた。マジならすげえな。はよ続きお願いします。なんで言葉が通じるのかを聞いたら、お互いにお互いが馴染み深いコミュニケーションの仕方をとってるように見える仕組みになってると言われた。容姿も同じらしくて、俺は、どうやらマイケル・ムーアに馴染み深さとかを感じてるから、彼らがマイケル・ムーアに見えるらしい。
この空間は何かと聞いたら、距離とか時間とかのルールの上にある宇宙で、君たちで言うところのワープ装置って説明された。また、彼らの星を地球から見つけるのは難しいのか聞いたら、どういう方法で君たちは天体を観測してる？って聞かれたから、望遠鏡の仕組みとかを話そうと望遠鏡をイメージしてたら、ああなるほどね、わかったよって言われて、レンズとかそういうもので拡大して見ている限りはお互いに見つけられないだろうって言われた。昔の地球人はそれとは別の方法で天体を観測してたのにどうして今はその方法を使っているの？って聞かれたけど何のことかその時にはピンとこなかったからわかりませんとだけ言っておいた。次に火星について聞いてみた。三人のおっさんを便宜上 ABC に分けると、B のおっさん、マイケル・ムーアにスーツ着せたような姿、が答えてくれた。C のおっさん、なぜかジンベエ着てた、は、あまりそういう話はしない方がいいんじゃないか、って言ってた。簡潔にまとめると、火星は地球と同じ次元、ルールの生命体が間違いなく存在してて、しかもかなり様々な種類の生命体がいたらしい。その中で、地球的に有機的生命体ももちろん存在してたらしい。その頃他に太陽系で生命体がいたのは太陽と地球だって。カール・セイガンのコンタクト思い出した。マジならすごいな。太陽にいた生き物は今も太陽にいるらしく。おっさんたちに太陽まで連れて行ってもらった。やっぱりバレーボールほどの大きさの緑の玉を指さしていた。さっきは太陽だと思わなかったが、それは地球の周辺にあった。燃えてないんだ。って言ったら、燃えてるのは表面というか、君たちの感覚でいうところの表面だけ。と言われた。太陽は特殊な星で、複数の次元、ルールの合わさった星らしい。太陽をしばらく眺めてるとだんだんこちらに向かって太陽の中から人が出てきた。辛さは年明けだったんだけどすげえフランクに、おっす、って言われた。マイケル・ムーアたちは、太陽の生き物もアセンション移動できる、って説明してくれたが血片も意味がわからなかった。追いついたちょっと面白くて読んでるぞ続きが気になる。辛沢俊明はマイケル・ムーアたちとしばらくコミュニケーションした後、俺に向かって、地球でしょ？君の住んでるところ、珍しいね。って言われた。その後マイケル・ムーアたちと、アクアホじゃないんだ、みたいなこと言いながら盛り上がってた。俺が、アクアホ？ってなんすか？って聞いたら辛沢俊明が、火星で一番進んでた生き物、と答えてくれた。すげえ興味があったので詳しく聞いてみた。まず地球には生命体がいたが、それらは火星が繁栄していた頃には、まだ微細なものしかいなかった。その頃の地球は液体で覆われていた。火星の人たちは地球の生命体の探索をしょっちゅうやっていたが、微細な生命体と虫の前身になる生命体しかいなかったらしい。俺が進化論について話してみたら、信じられないくらいの大声で爆笑してた。しばらく経つと地球にも様々な生命体が現れた。カンブリア紀のことだと思った。が、辛沢俊明が言うにはアクアホたちの介入が一番激しかった時期らしい。あと進化論なんていう地球内だけで完結させるようなくだらない考え方はやめろって言われたが、マイケル・ムーアたちが、お前たちも太陽に集まる次元の中だけで生きるのをやめたらどうだ。って辛沢俊明に言ってた。アクアホは地球的な言い方をすれば哺乳類に一番近い生命らしい。というより地球で後に哺乳類や爬虫類になる生物の起源を地球に発生させたとか。火星とある程度同じ進化の過程を追わせようとしていたとのこと。それじゃ火星の生命体はどうやって生まれたのか辛沢俊明に聞いてみたら、少し笑いながら、俺たちが別れて住み着いた、って言っていた。
そういえば月が見当たらないと思って、月を探していたらマイケル・ムラディに、そういう、異物はここには反映されない、みたいなことを言っていたので詳しく聞いてみたら、月は地球的な言い方をすれば人工物らしく、アクアホが地球をフォーマットする際に使ったものらしい。しばらくすると火星の中で一部のアクアホ同士が戦争的なことを始めたので、多くのアクアホが地球に一時的に逃げた。その頃の地球はもう大気もイルスもオリジナルなものになっていっていたらしく、アクアホはあんまり住みやすくはなかったらしい。火星の型破核兵器。ただし地球の核兵器とは仕組みとかが違う、太陽の技術とのこと。をバンバン使って火星の表面を焼き続けたとか。それで火星がダメになったので一時的に停戦して火星を再生させる方法を考えようとした。すると地球に逃げてたアクアホが、俺らに似てる生命の過程を踏んだ生命体が地球にいるぜ。って言って猿の祖先のネズミみたいなやつとか恐竜とか、水生生物とかの DNA を解析始めたらしい。火星のオゾン層が破壊されて、なんか入ってきて、水が分解され水素は宇宙へ逃げ、酸素は土を酸化させ、火星を赤くしたってテレビで言ってた。アクアホはこれらの生き物の DNA とアクアホ自身の DNA を掛け合わせた、生き物の種を作ってひとまず地球で発生させることにした。その後、アクアホの DNA を引いているので頭脳の発達や火星への帰属意識も芽生えるだろうから、彼らを労働力として火星のテラフォーミングをしようと考えたとか。ここまで話したところで唐沢俊明とマイケル・ムーアが口論。というかそんな感じのことを始めてて、最初っから戦争目的だ、とか、偶発的に作られたものだ、とかそんな感じのことを話してたと思う。しばらくして人類が誕生したが、人類には4種類ほどいたらしい。身長がやたらでかい、2メートル半以上はあるトカゲ顔の人類、これがアクアホに一応一番近いらしい。猿の祖先の特性が強く出た人類、このタイプがニシタグイルとのこと。そして、まんま二足歩行する猿みたいなタイプの人類、上野博物館とかにある人類の祖先として紹介されてるルーシーをイメージするといい。この四種類が出てきた。四種類はそれぞれ別のアクアホの勢力が作ったとのこと。身長がやたらでかい、2メートル半以上はあるトカゲ顔の人類。手塚治虫のノーマンに出てくるやつかと。巨人はアクアホたちによってすぐに保護されて、火星の再生のためのサポーターするべくアクアホたちと火星に向かったんだけど、そのアクアホたちの気が変わったのか何なのかわからないけど別の星に行っちゃったとのこと。次に二足歩行するだけの猿みたいなやつは、その後もあまり知的な進化はしないでそのまま猿として繁栄したらしい。チンパンジーが一番似てるけど、チンパンジーではなく、滅びてしまったとのこと。その、二足歩行する猿が俺たち地球人の祖先じゃないのかって言ったら、ムーア、こちらもスーツだけど色が茶色。に、そう教わって生きてきたから仕方ないだろうけど、ちょっと無理があるとは思わなかったの？って笑われた。めっちゃ面白い。猿に人間が似ているからそう思った。って言ったらムーアが、俺から見たら猿も人間もアクアホの亜種にしか見えない。って言われた。結局地球には猿の祖先の特性が強く出た2種類の人類が残ったとのこと。しばらくするとこの2つの人類がある程度のところまで発達してきて、ある程度の文明を持てるようになったとか。この頃までアクアホは空に住み続けてたけど、この頃からよく地上に降りるようになった。そんで、紀元前8000年くらいに、アクアホが地上に住むようになったとのことで、今の中東地域に住んでた。そんで二つの人類はそれぞれ独自の発展をしていくんだけど、この二つの人類があまり友好的ではなかったらしい。次第にこの二つの勢力で戦争とかするようになってきたらしくって、アクアホはどうやって統率取るか頭を悩ませてた。ちなみに、それまでアクアホが乗ってた母船は地上に降ろされていたけど、
でかすぎて山か何かに見えるくらいだったとのこと。紀元前7000年頃になってもこの二つの人類の争いは終わらなかったので、アクアホが介入するようになってたらしい。もともとは争いをやめさせて早く火星の再生作業をやりたかったかららしいけど、介入していくうちにアクアホ自体も二つの勢力に分かれてしまったらしくて、アクアホを後ろ盾に二種類の人類が戦争するような状態になっていったのが紀元前6000年頃。二つの人類はこの頃になると地球の全体地図を描けたり、化学反応を理解できるほどに実は発展していたらしい。ここまで話を聞いてその時はすげえ混乱してきてたからちょっと疲れを感じていたら、マイケル・ムーアが、そろそろ帰って眠っておけ、って言ってきた。唐沢俊明が、ここまで話してこういうのもなんだけど、あんまりここに来るのは良くない、みたいなこと言われた。地球人でここに来たのは俺が初めてなんすか？と聞いたら、地球からは前からちょくちょく来てる、って言ってた。リンク。実に興味深い。目覚めてすぐにそういった話の痕跡がないかネットとかで調べてたんだけど、あるのはあるがどれもこれもうさんくさく感じてしまう内容だった。が、またあの絵の具空間に行こうと決めてたからいくつか質問を作っていくことにした。個人的に気になっていたナスカの地上絵とマヤ文明、ピラミッドについて聞こうと決めた。だけど、これからしばらく、多分半年くらいはあの絵の具空間に行けなかった。リンク。火星の顔。シュメールとかそれっぽいよな。空に住んでちょくちょく降りてくるってあたり。西洋の大きな絵とかによく出てくるあれみたいだけど、くっそ面白いな。やっぱりあそこにはもう行けないんかなと思い出したある日、普通に眠ってたら突然絵の具空間に行っていた。久しぶりだったのでちょっと恐怖心が復活してた。とりあえず前に見たところとは感じが違ったので、頭の中で地球をイメージしたらそこに引き寄せられていった。と、そこに人がいたんだが、今まで会ったこともないマジで知らない顔のおばさんがさまよっていた。恐る恐る声をかけてみると向こうもちょっとびっくりしながら、地球人ですよね？って言ってきた。地球人同士だと実際の容姿になるんだろうなぁとなんとなく思っていたらそのおばさんが笑いながら、私は、これからもう一つの地球に行ってきます。って言いながら突然どこかへ消えてしまった。しばらくゆらゆらしてたらおい。って言われた。そっちを見てみたらアロハのマイケル・ムーアのおっさんがいた。久しぶりですって言ったらまた来たのか。って怒ってたから。リンク。俺もアセンションして。俺も行きたいな簡単には行けないんだろうけど。アロハのムーアに、他にもお仲間さんに会いましたよ。って言ったら、ちょっとした後に、そうみたいだな。って言ってきてお友達ですか？って聞いたら、君たちは個人の概念が強いから理解できないかもしれないけど、俺たちは全体の自分と個人の自分がいて全体の自分に聞いてみた。と言っていた。よくわからなかった。いろいろ質問あるんですよって言ったらそれよりもまず前話した続きを伝えたら答えるって言われた。アクアホの介入後の戦争は一気に近代化。というか今の人類の技術すら凌駕する凄まじい兵器の数々を投入していったらしい。さらに全玉戦争といって、地球全体での戦争になったらしい。それまで戦争には関わらなかったアクアホや人類まで参加させられた。この頃は、今のイスラエルやイラク、インドあたりを拠点にしていたアクアホと、アフリカあたりを拠点にしていたアクアホに分かれていた。戦争はだんだん中東側が有利になっていったらしい。それもそのはずで、彼らがもともと乗っていた母船が今のイスラエルあたりにあったから、技術の革新がやりやすかったとか。中東側がそのうち人類に核兵器、これも太陽の技術らしい、を与えちゃったらしくて、バンバン使い出したからアフリカ側もさすがにまずいだろってなって、
核兵器使うのは良くないってことになって災害兵器を使い出したらしい。ところがこの災害兵器っていうのが使っていくうちに、コントロール効かせられなくなったので、またまたどうしようってことになったらしい。そうなっていくうちにお互いに戦い方が変わっていって、人類に兵器を与え人類を戦わせることから、アクアホ自身も戦争に向かうのが主流になっていったそうで。後で調べて俺も知ったんだけど、インドのなんかお話にそういうことを描いた話があるらしいね。とにかくこの戦いで核使い放題災害兵器使い放題やった結果、アフリカ側は押しに押されてほぼ全滅に近いことになった。マハーバーラタに描かれてるモヘンジョダロやハラッパーの滅亡のことか。核戦争で滅びた証拠がいくつか見つかってるらしいな。モヘンジョ、イコール、ダロの地名は現地の言葉で、死の丘、を意味するものであり、歴史学者が足を踏み入れるまでは、非常に古い時代に生きたであろう得体の知れない。死者が眠る墳丘として、地元民に代々伝えられる禁忌の領域であった。モヘンジョ、イコール、ダロは廃墟としての名であり、繁栄していた王子の呼び名、すなわち都市の名は、それを紐解くヒントすら得られていない。リンク。リンク。太陽の技術。現在の核技術は核。分裂。でエネルギーを得ていて、太陽の活動は核。融合。なんだっけ？火星と地球と月の同じ位置に3つのでかいピラミッドがあるんだよな。もしかしたらピラミッドが宇宙船なんじゃないかな。エジプト文明は火星が起源説も聞いたことあるね。こうしてひどい状態になっていったアフリカ側が最後に使った災害兵器がどうやら、水を爆発的に増やせる、太陽の技術で作ったものらしくて、どういう仕組みなのかも話してくれたんだけど、いかんせん頭が良くなくて汗顔で聞き流してしまった。これを使ってしまったらしい。で、中東側のアクアホは地球に存在する唯一のアクアホになって、彼らがついていた人類ももう一つの人類を淘汰するため世界中で残党狩りが始まった。けど、このアクアホたちはアフリカ側が洪水兵器を起動していたことに気づいてなかったらしい。そのまま紀元前5000年くらいになるとその頃のアクアホたちがようやくこの兵器の存在に気づいた。その頃はもう地上がやばい、マジ津波やばい状態になってて、人類どころか地上の生命体の住めるエリアが極端になくなってしまった。のにもかかわらず、アクアホたちは自分の母船で一旦空に行ってしまったらしい。俺は、ここでまさかと思ってのあの箱舟の話をしてみたら笑いながら。確かに少ないが地上の生き物も乗せてただろう。でも地球は水が多いから過去何回も大洪水は起きてるからそういったことは特別なことじゃない。って言ってた。これを元にしてゲームとか作ったら面白そうだな。このアクアホたちが空でどうしようか考えてる時に巨人たちを連れて行ったアクアホたちが地球に来て、昔のアクアホたちの火星技術より高度な技術で洪水兵器を回収して洪水は止められたらしい。巨人連れて行った方はその後すぐに地球をぐちゃぐちゃにしたアクアホたちは、その責任を取れっつって地球のアクアホを残して帰っちゃったとか。その後紀元前4000年頃までアクアホは地上に降りなかったらしい。が、母船に乗せてた地球人たちの教育はしていたらしくて、アクアホたちからすればやたら寿命が短い人類の教育は大変だったらしい。アクアホ、イコール、神話に出てくる神々なのかな。生命のサイクルを繰り返して時折増えすぎながらも船の奏ですら種を存続させて、子孫に知識を伝えてる人類を見てアクアホはこいつら地上に降ろして技術伝えさせれば、人類一気に発展するしか生再生計画早まるんじゃねってことになって、この人類を地上に降ろすことになった。この頃地上にいて世紀末を耐え抜いた人類たちは、洪水や災害兵器の名残でほとんど失われた技術をなんとか再興させようとしてた。が、
いかんせん極端に高い技術だったので割と見よう見真似だったりしたところもあったけど、それでも農耕とか建築の技術を培っていった。アロハのおっさんが言うにはアクアホの DNA のおかげらしい。クリスタルスカルシカリオーパーツなどはアクアホの産物かもな。現在、十数個が確認されており、そのほとんどが、マヤ文明やアステカ文明、インカ帝国といった、中南米の考古遺物とされている。当時の技術水準から考えてあまりにも、精巧に作られているとも思えるために、オーパーツとして取り上げられるが、本当に出土品であるかどうかについて懐疑的な説がある。リンク。縮小化と部品の複雑さには特筆すべきものがあり、18世紀の時計と比較しても遜色ないほどである。30以上の歯車を持つ。マイケル・ライトの主張によれば72個。口述。歯車の歯は正三角形である。クランク。現在は失われている。を回転させると気候が太陽、月やその他の天体の位置を計算する。機械の目的が地上にいる観測者を基準とした天球上での天体の位置計算であるため、必然的に天動説モデルを採用している。リンク。アクアホが昔したことが神話やオーパーツに残ったとしたら、大体筋が通るな。紀元前4000年、母船にいた人類が地上に降りてきたんだけど、その時にアクアホは自分たちの知識を与えたけど道具とかはほとんど与えなかった。昔人類に核使わせたら大変なことになったからそういうのはやめたんだって。そんで、地上に降りた人類が地上で生き残っていた人類に、そういった技術とか知識を伝播していったらしい。後から調べて思ったのが、多分この地上に降りてきた奴らがシュメール人なのかなって思う。そんでここにメソポタミア文明が出来上がるんだと。ところが地上に居続けた人類の中に伝承とかで、自分たちが洪水でやべえってなってる頃にアクアホが空に逃げちゃったことを知ってる奴らがいて、そいつらが後々シュメール人を一旦征服してしまう。多分これはアッカド人。アロハムーアからこれで話は終わりって言われたから、とりあえずまず思いついたネアンデルタール人って出てこなかったなぁと思って。ネアンデルタール人は何なのって質問してみたら、これは今も割とはっきり覚えてる答えなんだけどなかなか面白い回答が来て、要約すると。君たちと同じ種族だよ。君たちがいわゆるダウン症の人も同じ種族だと思うならね。って帰ってきた。つまりネアンデルタール人も別の人種じゃなくて DNA 異常があっただけの同種なんじゃないかってことなのかな。染色体の数でそんな設定思いついたんだろうけど種レベルではダウン症はホモサピエンスだから。ネアンデルタール人が染色体異常だったら子供は育たないから。ちょっと興ざめだから科学の方からは設定持ち込まない方がいいと思う。DNA を改造されたのかもしれん。アクアホならやりかねない。そうなのか。まああとは創作として楽しんでおで。俺もそういうスタンスで読んでもらえると嬉しい。エジプトのピラミッドについて。これはアクアホも驚いていたというかちょっと警戒していたそうで、紀元前2500年くらいにはできていたみたいなんだが。どうやらアクアホでも人類でもない別の異星人の入れ知恵なんじゃないかと。ピラミッドっていうのはその完成形に意味があるというより、建築の過程に意味があるらしくて、その建築をもっていろいろなことを学ばせるのが目的なんだとか。これはアクアホに手伝われたマヤのものも同じ目的らしい。シュメール人に文明を与えたのはアヌンナキだって言われてるよな。アクアホ、イコール、アヌンナキなのか?その後アクアホはどっか行ったのって聞いたら、シュメール人を地上に降ろした後もちょくちょく地球にちょっかい出してたらしくて、今でいうマヤ文明とかとやたら仲良くなっちゃって結構な人数を母船に連れて行っちゃったらしいわら。ただ、
宇宙開発が始まるというか宇宙への関心が高まるとともにアクアホは人類に接触してこなくなったらしくて、ここ最近も地球から一旦離れて巨人連れてった奴らと合流していろいろ準備してるんだと。すごい興味深いな。そんでここからは用意した質問をしてみることにした。アーロハムーアが全部答えてくれた。これは起きた時にすぐにメモに取ってたから今まで書いてたやつより正確に書けると思う。まず、ナスカの地上絵について。これはシュメール人の直系が星図や掃除の考え方を学ばせるために作ったもの。この時に遊び歌というか、線をなぞっていきながら、数学の考え方を言っていく遊びみたいなのがこの地に残る子孫たちに儀式として伝わったっぽい。地上絵を確認するために、今はロステクになってるっぽいけど手作りで地球を作って、半端じゃないくらい高い技術らしい。空から地上絵を見て手元に描いた絵と同じものを見せて掃除とはどういうものかを学ばせた。アクアホはほぼ関係ないとのこと。次にマヤ文明について。マヤ人はどうやらやたら誇り高い人たちだったらしくて、シュメール系が宝木とか金属器とか車輪の技術を持っていっても、それを享受して名を使わなかったらしくって人力至上主義だったっぽいんだが、頭がやたら良かったらしく、建築方法とかを自分たちで編み出したりしていた。そんでアクアホがマヤ人は何かアクアホの DNA の色が強く出てるんじゃないかって考えて、数学教えたら、ゼロを発見するは天体の動きを完全に演算するはとんでもないことになっていったらしい。それでアクアホもマヤ人を気に入って、今は人類に伝わってない天体の観測方法とかを共有してったんだと。そんで、もう宇宙行こうぜっつってマヤ人の中の宇宙行きたいやつ第二のシュメール人にするべく連れてったらしい。だけど、その高騰の切れたマヤ人がほとんどいなくなったマヤ文明は飢餓やら経済的破綻やら挙句の果てに侵略戦争に巻き込まれたりで滅んでしまう。シュメール文明でもトカゲ顔の石像が見つかったりしてるな。進化論はキリンの首が真ん中くらいの化石未発見つまりうさんくさいし。DNA に宇宙人の介入があったと宇宙人に教わった話はお書いたでも見たわ。あと決めてきた質問以外にもいろいろしてみたのがあるのでそれも書いていくわ。ただ今は一旦お風呂に行かせてほしい。ナスカの地上へいろんな説があるけど、高度な落書きやろと思ってたからなんとなくしっくりきた。時間をかけて申し訳ない。取り付けるわ。とりあえずその日はそれだけ聞いて返してもらった。次の日くらい、ほんとすぐくらいに絵の具空間に行ってみた。が、そこでまたいつもみたいにブラブラやってたら俺の高校の数学の先生がいた。どっちだこいつは、本物かムーア的認識かどっちだと思って見てたらこっちに気づいて話しかけてきた。なんか太陽系とは次元とかルールとかも全く違うところの方だった。いろいろ話してるとこの人の種族はどうやら星に住むとかそういうこともしないで、宇宙で漂うガスみたいな感じの生命体らしくて個体の概念もないみたいなので地球の生命体と話すと違和感まはらしい。その先生としばらく話してるとアロハムーアが来た。シベリアで見つかった超美味しい石は巨人のかな？リンク。脳は宇宙だよな、それに時間は本当は流れてなかったりとか。アロハムーアに、あなたたちはやっぱり地球の生命体がここ来るとすぐわかるんすか？って聞いたら意識したらいるかどうかわかるかもしれないがたまたまって言われた。先生はアロハムーアとしばらく話した後、この二人は生きてるのが一緒の次元なのかも。どこかへ消えた。とりあえずまた質問をしてみた。まずそもそもの話で、この絵の具空間は何なのか聞いてみた。アロハムーアによると、俺がこっちにチャネリングしてない状態、つまり実生活を送ってる世界の宇宙の代償や距離、時間のルールと違うルールがさながられてる同じ宇宙らしい。よくわからなかったので、それはもう違うものなんじゃないのかって聞いたら、HANA さん、
とたくさんの派生はあれどそれらはすべて A という同じ宇宙であるということらしい。そんでこの絵の具空間はお前が普段見ている宇宙の別のルールの宇宙だって言われた。多層世界だな。ある凝縮した多元的一点に、完全に停止した状態と、少し動いてる状態と普通に動いてる状態と、が全て重なって存在してる。その絵の具世界はおそらく、普通の状態よりもっと動いている状態を観測しているんだろう。なんで俺は、こっちのルールの宇宙に来られるのか聞いたら、こっちのルールに適したお前がこっちにはいるはずだけど、それを無視してお前の次元の視点でお前がこっちに来てるのはおかしいことだって言われた。無理やり三次元的にその宇宙を見た結果絵の具空間になってるんだろうなとは思った。最初に俺が言ってしまった、光の空間は何なのかを聞いてみたところ、地球の次元の生命体には説明が難しい話らしくちょっと困ってた。簡単に言うと HA2A3。でたくさんある同じ宇宙のどのルールにも属さないが、同じ宇宙の一部である空間とのこと。同一の空間に複数の次元が存在していて、人間はその一部しか見られないような状態だと常々感じる。1の話にヒントがないかなぁと思うわ。向こうの世界が意識で。俺たちはゲームキャラなんじゃないかって思う時がある。夢が別次元の可能性は、1がその空間を絵の具空間、本当は違う、だと認識したり宇宙人をムラだと認識するように、人間には当たり前、普遍性常識先入観、みたいなのが邪魔していて今のこの世界を認識してると思ってる。どうしたらそれを超えられるか日々考えたりしてるがわからない本当は今のまんまかもしれないんだけどね。次に311の時の日本とかいつものメキシコあたりとか911の時のニューヨークとかでや、たら UFO が見られるけどあれはアクアホとは違うのかって聞いたら、大まかに分けてそういうのは異星人と別の次元の同じ星に住む人と、その星の秘密の乗り物の3つの可能性があるらしい。1個目の場合は地球みたいにアクアホとかの管理のもと発展した星では少ない事例らしい。その場合は次元を超えてくる宇宙人という可能性があるらしい。2個目の場合は平行世界移動か、あるいはタイムトリップか、とにかくそういったことを人工的にやるための装置ってことらしい。太陽はこの技術を持っているらしく、これを応用して多次元に重なる太陽での活動ができるらしい。また、他の次元の像がたまたま反映されてるだけの可能性もあるとのこと。一番地球の場合で現実的なのは三つ目だとか。シュメールの知識、つまりアクアホの知識を受け継いだ人類が、それを再現しようとして作ったものなんじゃないかと。災害時に UFO が現れるのではなく、UFO が現れてから災害が起きてないか調べてみろって言われた。面倒で未だに調べてないけどどうなんだろうね。リンク。震災2ヶ月前、つまり311の年の初めから頻繁に UFO を見たな。むしろ地震起きてから目撃数少なくなったと思う。やっぱどっかの国の災害兵器なのかもね。他にもまあたくさん聞いてきたんだけど、結構忘れてるというか思い出せないや。この後もう一回だけ絵の具空間行ったんだけど、その時は別の銀河の異星人が竹田地裁なの姿で出てきて、マジで興奮してしまって一生懸命アヤニャンが自分の銀河のこと話してるのにずっと話聞かないでムラディ、今まで会ったことないタイプ、にやべえやべえ言い続けてた。これが多分もうそろそろ半年前。それ以来絵の具空間にはしばらく行けていない。やり方教えてください。チャネリングしたいです。よかったらどんな方法か教えてください。言いたくなかったら良いです。自己責任でやるんだぞ。まずチャネリングを覚える。ネットとかでジージールとうさんくせいことこの上ない話がたくさん出てくるから多分幻滅すると思う。簡単に俺のやり方言うと。まず、
やる前30分はスマホとか目に刺激になるものも見ない。部屋の電気は豆電球モードにしておく。ここで30分適当にダラダラ過ごした後、心をニュートラルな状態、つまり瞑想している状態にする。これが一番難しいと思うから練習頑張って。横になって薄めで天井の豆電球見ながら瞑想してると、耳鳴りみたいなのが来た五穴から胸にかけて浮遊感が来ることがある。ここで金縛りとかが来たら幽体離脱になるからそれはそれで楽しめるよ。浮遊感が来たらあとは身を任せどんどん部屋の壁がごちゃごちゃした色になっていくのをひたすらビビりながら眺めましょう。チャネリングは、201、とは別？もし行けたら、アロハムーアたちはこっちの世界に遊びに来ることはあるのか？ブオイニッチテコウの手がかりは何か知らないか？を聞いてほしい。いや、これの瞑想の段階まで俺は、チャネリングだと思ってる。説明下手だったわスマンソン。アーブオイニッチテコウについては UFO とかのこと聞いた時に聞いたことがあったわ。稀に A1 から A22 人為的なものなしに物理的に移動してしまうことがあるらしくて、ブオイニッチテコウの話をしてみたら、ブオイニッチテコウが作られた宇宙にもお前の宇宙の何かしらが移動して混乱を巻き起こしてるだろうなって言われた。夢の中だと自然に4次元を体験してるんだよな。で、その次元を理解できるということは、それ以上の次元から見下ろしてる可能性もあるわけだ。1. にはなぜ人間がこの次元の視点に縛られているのかと、それを脱却する方法を聞いてきてほしいわ。ただそれ聞くとあちら側に本当の危険人物扱いされる可能性があるが、iPod 探してもらいたい。もし行けたらそういった話もしてみるよ。未だに俺のヘッドホン見つけられた理由がそういえば分かってないわ。人間の魂型次元の存在と過去争いをして、その懲罰でこの次元に縛り付けられたという説があるんだよ。ここにいたらダメだというのはその過去があるからかもしれぬ。1の話聞くといろいろリンクする。つか、200の話も気になる。せっかくなので詳しく。俺の話は1より窮屈だしげんなりする話だと思う。それが嫌だったらスルーしてくれ。魂的な存在が過去ここより高次元上で戦って、負けた方が懲罰的にこの次元に縛り付けられた。概念を決定する主導権争いだな。それに負けた方が魂に拘束具のように次元の牢獄に入れられて、勝者はいわゆる支配者層としてより自由を謳歌している。人間の魂はこの次元のルールの中でゲームを繰り広げ続けている。この世界で自分を保つ、命を保つ、生み出すなどなど、そのからくりに気づいた代表例がブッダ。この世界のルールと視野が挟められていることを見抜いた。すげえ面白いなこの説。ただ下脱するっていうのが危険なことでもありそうで怖いな。わしは結構この話するの怖いのよね、わら。想像で怯えているのか、支配者に怯えているのか。それもわからない。書いてるときは質問とかスルーしちゃってすまんだけど。今はとりあえず終えたから質問にもゆっくり答えていこうかなと思う。妄想だとしても辻つま合うし説得力がある。面白かった。宇宙の発生と宇宙の果てをムーア星人に聞いてみてほしい。宇宙の果てに関しては教えてくれるかどうか。なんか光の空間の話とかした時もあんまり話したくなさそうだった。豆電球を見ながら瞑想するってことは目を開けっぱにしとくの？そもそも電球を眼鏡してるとか目が悪くなりそうだわ。うちのレディーだから特に。薄目にしてふわーっと電球が見える感じかな。俺が豆電球見てるのは、瞑想するために邪魔な心のごちゃごちゃを豆電球見るっていう意思でまとめて心をニュートラルにしやすくするため。
絵の具ワールド以外に何か見えたり気づいたりした話はないの？地球に帰るときいつも俺の部屋まで飛ぶんだけど、Google Earth でどんどん目的地が近づいていくイメージ。この時に他の人とかが空飛んでたりしたのを見たことはあるかな。絵の具空間は基本的に絵の具でぐちゃぐちゃにしたレンズのメガネをかけてる状態に見えてて気持ち悪いからあまり周りを見る余裕がなかった。すごいね。面白いもの見えてるね。多分こちらの次元にいるものが半分そちらに足を踏み入れると、こちらの次元の解読法でそれを見てしまうからぐちゃぐちゃに見えてしまうと思うんだよな。俺もちょっとだけ次元間を感じたことがあるけど、見える時と見えない時がある。なんかコツとかあるのかね？俺も何も考えないでさらういう時に限ってあっちに行くからな。基本は夢なんだと思う。この次元に深く結びついた肉体から精神や意識が離れるから。寝ている間はある程度この次元から精神が離れてるものだと思うんだよ。そこで人それぞれ聴覚だったり視覚だったりその次元で得意な感覚を働かせて、記憶して起床すると、苦手な人は記憶せず起きてくる。一は精神が持つ感覚する力が強かったんだろうね。訓練の成果も大きいと思う。この肉体が主な世界で言うと無意識の部分で考えたりする話だから、きっと絵の具ワールド的には、考えてるんだと思うよ。ひえ、ちょっと話が難しいぜ。やり続けてると帰ってこれなくなるかもね。あんまこっちに来るなってちょくちょく言われてたしなぁ。すまぬ、わしはこのテーマにずっと関心持ってたもんで。超面白かった。アクアホたちは地球から一旦離れて、他のアクアホたちと合流していろいろ準備してる。ってのは、またそのうち地球にも戻ってくるのかな。ワープできるということは俺たちが日頃認識している物質世界より1以上軸が多いはず。あるいはその多軸状態を認識できるようになる何かが働いている世界？そういう意味ではその絵の具空間も高次元には軽いされるんだと思うが。よくわからんな。いかんせん俺も頭が悪いもんで。どうなんだろうね。もしかしたらそっちの奴らだけで火星再生させようとしてるのかもしれないし。おお、なるほど。確かに言われてみれば高次元っぽいね。ちなみに絵の具空間で面白かったのは漂うと思うと水の中みたいにふわふわできるんだけど、ここに座ろう。とかここで寝ようって思うとなぜかその場に座ったり寝そべったりできた。俺も把握した4次元の概念そのものでびっくり。なるほど、そういうことか。最初に感じてた恐怖心は別の次元に対するなんかそういう潜在的違和感が現れたのかな。確かに最初はビビる。幽体離脱から不思議ワールドに踏み込んだけど、落ち着いて考えられる今まで十数年経ってるもの、慣れだよ。あと中にはホラーな世界もあるから元からおかしな次元に対する警戒心みたいなのもあるかもしれない。俺は、もう未だに夢の世界の延長の感覚で気楽に捉えてるわ。見るものは見るしそこでの話は覚えもするけど今のところだからどうなるってこともないしね。四次元はどういう世界かを想像する方法。緩やかな螺旋で登っていく塔を想像する。中に入るドアが無数にある。それぞれのドアを開けると一つ一つ部屋が違うが、どう考えても同一の空間に複数の部屋が存在している。四次元はそういう世界。一は、234。で、漂うと思うと水の中みたいにふわふわできるんだけど、ここに座ろう。とかここで寝ようって思うとなぜかその場に座ったり寝そべったりできた。とあるけれど、ここで四次元以上の空間を体験したことがわかる。瞑想ってのはもともと絶対者を感じたり究極の知恵を得るものだそうだ。
チャンネルを意図してずらすことによって絶対者の世界、一つ上の次元、につなげることができる。二次元のものが三次元であるこの世界に存在できないように我々が一つ上の次元に行くと存在ごと消えるんじゃないか？読み返したら頭のおかしい人だった。鋭い。一話寝たようだから俺が体験した四次元を理解する方法書いてみるわ。一次元の存在を二次元上にスライドさせると線。四角に書いたその線を三次元上に立ち上げると立方体。三次元。じゃあその三次元を四次元上に立ち上げる。言葉が見つからない。とどうなるか想像してみてほしい。ほとんどの人は想像つかないと思う。それが三次元上で生きている我々の住んでいる世界。二次元のものは媒体を介することによってこちらに存在している。1. が向こうの世界で消えなかったのは夢を見ているという媒体を介することによって回避できたんじゃないかなと思う。最初に会ったおっさんが2、夢じゃない。と言っていたのは夢じゃないということを認識させて存在を消滅させる。イコール、口封じをする、ためなのでは？そしてこれが、1、の創作だとしたら俺は、枕に顔を詰めてバタバタするであろう。こうやって言葉にする時点で全て創作と言えるから、それほどその心配はしなくても大丈夫。危ないことしてたんか俺は。しかし一回セフセフだと人間何度もやってしまうものなのね。で、一はその四次元以上の世界を明らかに体験したことを表す言葉があるんだよな。この時点で四次元を頭の中で想定できる人がいるだろうか。ちなみに空間の話なので時間は次元と考えない。誰も見てなさそうだな。ずっと謎なんだよ。人間がなぜこの次元にいるのか。それが謎で仕方ない。絵の具空間はムーア星人以外にもすげえ奴らがいるみたいなこと言ってたけど裏ワクワクしてきたぞ。その空間はもともとあったのか誰かが作ったのかな？アロハムーアはワープ装置的なものって言ってたけどジンベイムーアはルールの違う宇宙の一つって言ってたんだわ。この二つを考えるに、何かしらのすげえ存在が意図的に宇宙のルールを組み替えて作り出したワープ装置的なものなんじゃないかな。なるほどありがとう。あんたすごいところ行ったな。連れてかれたマヤ人は帰還の予定はあるのかな？もし帰ってきたらものすごい技術革新がありそうではくてかなんだけど。階層的に次元を捉えてるようじゃ一生たどり着けん世界だなってことはわかった。たまーに頭のネジ外れてるような人がいるけどああいう人も変なチャンネルに繋がってるんだろうか。高次元との戦い、イコール、ビッグバン。縛り付けられた場所、イコール、宇宙。宇宙の外、イコール、絵の具空間。うは、わらこうだったら夢が広がりんぐ、わら。多分高次元での戦いはビッグバンなんか目じゃない。この次元の想像を絶する何かが行われたはず。剣や銃というより概念そのものの戦いのはずだから。この仮説が正しいとなると、ビッグバンは魂が牢獄としての宇宙に入れられたその衝撃なのかもしれない。さらには魂は何回もこの次元上に生まれる宇宙の中で転生を繰り返し続けているのかもしれない。上でその次元を把握できれば工事に移ることとなり、元々の次元から跡形もなく消えるというのはすごく鋭い認識だった。この次元にいる必要がないんだから。そういう記憶が窓かマギかの原型になってる可能性は大いにある。説明が難しいな。人間の魂には戦争のトラウマから、この次元で人の形になるまでのトラウマが植え付けられているという説がある。とてつもなく膨大なものが怖い、海の生物が怖い、ブツブツが怖いなどなど。
次元戦争で負けたから恐怖を植え付けられてしまった。さらにこの次元の生き物として生きていく上での、生物的なトラウマ、例えば病気や死が怖い、ブツブツが怖いなどなど、人間の魂はその克服がテーマになっているとも言える。仏教への克服は前世で背負ったようそれを浄化するための生と聞いたけど、克服すべき課題という点でトラウマも同じかも。じゃあ輪廻転生説はつまるところ何かを克服できなかったために再び縛りを課せられるとして、克服できたら別次元へ誘われる可能性はあるんじゃないか。金とか関係ない次元へ行きたい。1はちょっと他の掲示板で何か発見があれば報告してほしいよ。今回の会話をもとにムーアさんから沢さんたちと話が弾むかもしれない。仏教で慈悲って重要視されてるけど、確かに慈悲で向かい合うって強力なんだよね。リングの貞子ってキャラいるじゃない。あれ逃げたら怖いけど、もし話をよく聞こうと思ってずっと抱きしめたら救いが生まれる気がしない？輪廻やトラウマの原因って何かから逃げたことがきっかけなのかもね。俺もそういう次元に行きたいよ。6次元くらいを主に生活してみたい。けどまた3次元がいいとか思ってきちゃうのかな。こういう概念戦争、次元戦争をしたというのもまやかしの記憶かもしれないが、何らかの制約を受けたりトラウマを持っているというのは事実なので糸口の一つだとは思っている。この情報はある宗教が元になっている。かなり近代だ。あえて宗教と言っているがそのやり方はシステマチックにその記憶や人間にもともとあるはずの能力を目覚めさせていくという考え方だった。その技術が最高潮に達していた時は空間から何か物質を取り出したりできたらしい。ブッダのエピソードにも、弟子が空間から壺を取り出したと喜んだエピソードがある。ブッダはその壺を叩き割ってそんなことで喜ぶんじゃないと言ったそうだ。その名目に陥ってしまったのだろう。その近代に生まれた宗教というのは、発狂者を多発させてしまい、技術が後に伝えられることがなくなってしまったそうだ。ただ、そういう遊び半分でやって発狂者が出ないよう。秘密裏にどこかで研究されている可能性は否定できない。1、3寝ちゃったのかと思ってたら起きてた。初めてムーア星人3人に会った時、アクアホと間違えられた感じで、ムーア星人からはあんまりいい反応じゃらないっぽかったけど、ムーアの皆さんはあんまりアクアホのことよく思ってないのかな。1、2はいろいろ教えてくれたり、さかし友好的なイメージだけども。ありまと、面白いけど難しいね。この説ってどこから出てきた話なの？仏陀的なとこから言うと仏教系の話とか見ればいいのかな？初めて聞いた説ですごい興味深いし、面白かった。アクアホを嫌ってるってより、アクアホは絵の具空間に現れたことはないらしくて、ずっと俺たちの世界の宇宙で過ごしてるらしい。人間は前にも来たことがあるのか聞いた時にそんな話をしてた。人間はなんかたまたま繋がりやすいからくれるみたい。アクアホは絵の具空間に現れないのか。次元が違うからアクアホはムーア星人とは接触したことないってことなのかな。ムーア星のことは知ってても、ムーア星人のことは知らないのかもしれないのね。地球の人間より高度なのになんか不思議。多分おっさんたちとアクアホはお互いを知って入ると思うんだ。マヤ文明にアクアホが天体の見方みたいなのを教えたらしいんだけど、それが今の天体望遠鏡を使うものとは違くて、もっと感覚そのものをフルに使うようなやり方だったらしく、それのやり方を知っていれば地球から観測できるとのことで。
見れはするけど鑑賞はできないんじゃないかと。真似して豆電球眺めてたら、豆電球の位置がどんどん動いていって、体中に寒気がわしって、意図してない恐怖心が出てきて、目を開けちゃったんだけど、これって続けなくてよかったやつ？幽体離脱すれの知識で言うと多分それは金縛りの前兆傾向だよ。そのまま意識が揺れる感覚を残してブルアーって身体をひねると離脱成功。なるほど、幽体離脱の手前なのか。何も知識ないから教えてもらえるとありがたいんだが、幽体離脱から戻るのはどうすればいいの？これはマジで幽体離脱体験者の 98% くらいが良い意見なんだけど、止まろうとしてもいやおうに身体に引き戻されて起きてしまうらしい。そうなんだ。わざわざありがとう。てかある宗教が元になってるって教えてくれてた、すまぬ。オリオン戦争もくぐってくる。参考にするならブッダで、それも原点を読むといいかもしれないね。俺もオリオン戦争ググってみる。寝る前に面白いもの見た。俺の感覚で言うと魂はすでに複数の次元にまたがって存在している。その中でこの次元に何らかの理由で縛られているという感じ。というか基本をこの次元にしてるだけということで本当は時間という概念もないような世界で、魂は活動してるのかもしれない。複数次元にまたがる出来事の一面として、この次元があるのだと思うよ。俺は、ムーアにこの考えを質問してみたいわ。何らかの理由で縛られている。肉体のことじゃね？ブッダだか誰だか忘れたけど捨てることが大事みたいなこと言ってたし。なるほど。とても納得がいく。俺は、この世に見えるものはすべて複数次元にまたがるものの、3次元に現れた一側面と考えてるんだけど、4次元から見ると肉体やこの宇宙は孫悟空の頭を締め付けた輪っかみたいに見えるかもしれないね。そう簡単に捨てられればいいんだけどさ。また1の話を聞きたいな。今後がかなり気になる。そういえば一個面白い話を唐沢俊明から聞いたの思い出したわ。音楽とかないのって聞いたらアクアホとお前らは音楽好きだよなみたいに言われた。おしまい。